じゃあまずです。よろしくお願いします。このメンバーでね、特にドラムというかパーカスのエイブさんになるのでやっていただいております。ありがとうございます。それでは1曲目は、ハローエロエクレアブル、さっきの、ね、ちょっと続きで、ちょっとエッチな歌をやりたいと思います。
ですね、最近ちょっとずつね、あるシンガーソングライターの方と知り合いになりまして、んで、曲が作る気になってきたんですけども、あ、これじゃない、作る気にはなってきたんですが、まだあの作ってはあるんですけども、ちょっとやっぱりまだ早いかなということで、皆さんのご存知なというのか、ご存知な人はご存知の、歌であと2曲やりたいと思います。ほんで次の曲ちょっと長いので半分にカットしてやりますので、ラララゾッキーなマニアという暴走族の歌をやりたいと思います。このままでよろしいですか。すげえ。愛する人はいつものセラパマニア、ララ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 ラ厚見半島田原町から湘南目指して爆走中、やんやんや、あいつの気に入りの特攻服、世界に三千と輝くのはハムだろう。背中に回した両手に力が入る。よろしくお願いしますね。いくよ。はいはい。ピーポピーポパパ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 。ピーポピーポパパパパパパパ。追いかけるまでに学校を繰り返すね。追い詰められても茂みの中で特攻服を脱げば、愛するセーラー服があいつを守ってくれる。お前さんどうしたの、おやお嬢ちゃん危ないとかどこ行った、あっち行った、私怖い。セラフに身をつむ、ドアかけ繰り返る、190センチの女いや男、でも顔と言えば金髪先生。愛する人はいつもセラがマニア、ララ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 セラ。ソロでやらせていただきます。やる歌う、なら一緒に歌う。
え、だから海に消えたの、ね、はい、こちらで歌う。俺も歌うからね。一緒に歌ったことないですね。まあいいや。これヨンちゃんが俺のオリジナルで唯一やってくれてる曲ですね。この歌はですね、いいですか、マーメイドですね、マーメイドに恋をした男の話で、しかし、しかし、しかしですよ、しかし、そのマーメイドがですね、人間に逆に恋をしてしまうと泡となって消えてしまうという悲しい物語でございますね。海に消えたラブストーリーです、ね。See you.
Yeah.